こんにちは、みなみです。はい。今回は、私ね、誕生日が8月19日になったんですけど、ありがたいことに、たくさんファンの方にイベントをいただいたので、今回は、プレゼント開封動画ということで、撮っていきたいと思います。ありがとうございます。頭が上がりません。すごい量で、私もびっくりしてるんですけど、スピーディーに、丁寧に紹介できたなと思います。それでは、スタート。そしてお菓子とか食べ物は送ってくださっても本当に申し訳ないんですけど受け取れないです。だからお菓子以外というか食べ物以外を紹介していきたいと思います。自己紹介遅れました、みみママです。サポートに入りたいと思います。結構下準備でめっちゃママ汗だくだくなんです。それでは紹介させていただきます。ネイルとルイカのものは責任持って私が渡します。わあ、カマさんのなんか花束みたいなけど、ルイカだって。ありがとうございます。私にでルイカねえ、シャネル、ありがとうございます。ねえ、絶対喜ぶ。私のだけ開けさせていただきます。リカフロッシュのリップとジルスチュアートのリップ、マックのアイシャドウベースかな。ありがとうございます。やばい、嬉しい。じゃあ次はコルクボードがね、すごいもうね、ダンボール3つ分ぐらい皆さん作ってくださいまし、くださりまして、紹介していきたいなと思います。じゃあ私も一回母の日で作ったことあるんですけど、マジで難しいんですけど、これ。あっ、それとなんか他にもマスキングテープとか、ユーアーグラムさんのコスメとか、韓国のパーカーとブラシ、なんかめっちゃ可愛いブラシ、コルクボードとリップのパックとイヤリング。ありがとうございます。わっ、かっちゃんがいる。こっちがルイカで、これがなつきちゃんへって書いてあります。これ私、ありがとうございます。あ、これママじゃない？私の、嬉しい。あ、みママさんだ。後で開けさせていただきます。ありがとうございます。じゃん、すごい。お、みなみん大好きって言って、だってみなみん大好き。こっちにもねえねえかな、ウィッシュの袋が。わ、かわいい。ラクリップを3枚分とパックとポーチとお手紙。ありがとうございます。嬉しい。次、お手紙と修正テープ、コイル、かわいい。そして、おお、すごい、めっちゃかわいい。ありがとうございます。そして2個もなんか、なんだろう、コスメとポーチとかアクセサリーと靴下とパックとお手紙。ありがとうございます。おお、コルクボード、ありがとうございます。こちらもコルクボードですね。コルクボードとお手紙、ありがとうございます。大きい、取れちゃってるのかな、これ。コルクボード、ありがとうございます。コルクボードとお手紙、ありがとうございます。コルクボードとお手紙、ありがとうございます。かわいい。あ、私のドアップ、ありがとうございます。あ、マルプーがいる、かわいい。頑張った、コルクボード、ありがとうございます。パック、かわいい。お、あ、ヘアピン、ねえねとルイカにも、ヘアピンとお手紙、ありがとうございます。そして色紙だ、なんか2枚入ってる。あ、3枚。あ、ルイカちゃん、なつきちゃん、ありがとうございます。じゃん、お、コルクボードとハンカチとマスキングテープ、ありがとうございます。ハンカチ、私大好きなんですよ。写真が出てきた。と、なんかミッフィーがいました。あとはシールとお手紙、ありがとうございます。コルクボードとお手紙、アームハニーのシャンプーとリンス、エリプスとかケイトのリップ、ネックレス、おお、かわいい。こういうシンプルなのかわいい。と、パック、これもパックかな、ありがとうございます。すごい、これ私のプリクラのやつ。キーホルダーとお手紙と、耳に対して思うところ、好きなところとかあって嬉しい、ありがとうございます。しっかりですね、上手、ありがとうございます。
バキ肌、あとお手紙とコルクボード、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。お洋服が、じゃあちょっと帽子をね、ちょっと選手交代ということで、でーん、え、水色を持ってなかった、かわいい、ありがとうございます。これあれじゃん、かわいい櫛とコルクボードとお手紙、ヘアブラシと入浴剤かな、マカロンじゃん。これもったいなくて使える、すごい、かわいい、ありがとうございます。ゆみ15歳おめでとうって書いてあります。ありがとうございます。じゃん、コルクボード、ありがとうございます。コルクボードとお手紙、ありがとうございます。4人にあ、ミミママへもあります。あ、嬉しいです。コルクボード、夏ミミへ、ベリーママへ、だってありがとうございます。今ですね、みんなみから受け取ったあの皆様からいただいたプレゼントをあのちょっと仕分けをしていて、ちょっと耳が紹介してるときにガサガサ言ったらごめんなさい。すいません。おー、すごいインスタ風になってる、コルクボードとお手紙、ありがとうございます。じゃじゃん、あ、これもユニクロ秋コーデとか書いてあります。そしてお手紙とパック、ありがとうございます。なんかすごいカラフルなメッセージ、ありがとうございます。これよく見るファンの子が作ってくれてる、キラキラの、ありがとうございます。すごい、なんかここにカバーみたいな、ありがとうございます。ホワイトボードと写真ですね、ありがとうございます。おお、すげー、ホワイトボードとファイルと、ひなみちゃん、ミニママさん、手紙とマットメージュだ、ありがとうございます。ママのコルクボード、え、マジ嬉しい。メインのコルクボードと私のコルクボード、私へのコルクボードとルイカへのコルクボード、ありがとうございます。ここにプレゼントも入ってますね。そうです、1個ずつ、みんなイヤリングとかコルクボード、あ、裏を持ってと手紙、ありがとうございます。イヤリングと手紙、ありがとうございます。ルルンとアイシャドウと手紙と、めちゃめちゃ可愛いコルクボード、ありがとうございます。懐かしい、なんか TikTok とかありますコルクボードとお手紙、そしてみなみちゃんへ、なつきちゃんへ、るいかちゃんへ、ブラシとピン、ありがとうございます。コルクボードとお手紙とパック、ありがとうございます。じゃじゃん、お、お手紙、マルとプーにもある、ありがとうございます。コルクボード、おお、すごい、コルクボードとお手紙、ありがとうございます。コルクボードとお手紙とパックとか雑貨ノートとか、え、ちっちゃいティアラ、かわいい、ありがとうございます。じゃじゃん、コルクボード、すごい、うちわ、かわいい、これはルイカに、そしてネーネーにと私にも、アイシャドウ、パックとお手紙とネイル、ありがとうございます。コルクボード、ありがとうございます。いろいろ詰まってる、ありがとうございます。コルクボードちゃんとお手紙かな、ありがとうございます。じゃん、こちらのコルクボード、ありがとうございます。もう一枚にお手紙とコルクボード、ありがとうございます。もう一枚のお手紙とコルクボード、ありがとうございます。あ、すごい、心の感謝を込めてって書いてある、いろんなファンの方からのメッセージが詰まってます。後でじっくり読ませていただきます。と、あ、ムーミンのピンとお手紙、ありがとうございます。すごい、みなみちゃん、鹿、鹿かーたーって書いてあります。ありがとうございます。カードとかカードケースと手紙、ありがとうございます。はい、コルクボード類が終わったということで、次は、まあ、次もまたプレゼントなんですけど、じゃーん、ルイカちゃんへ、じゃんへ、みなみちゃんへ、ありがとうございます。じゃん、なんかおっきい、なんかお人形かわいい、なんかずっしりしててめっちゃいいと、お手紙、ありがとうございます。え、めちゃくちゃかわいい、バッグと財布とタオル、かわいい、待って、2期のうさぎちゃんの筆箱と、あとピンとお手紙、
さん、ありがとうございます。なんだろう、家族全員で使ってください。ローション、クレンジング、ボディミルク、ペンと手紙、ありがとうございます。待って、かわいい子が見えた。かわいい、ありがとうございます。あ、お手紙、ありがとうございます。私がいる、あ、なんか立てるやつと、リップス、ありがとうございます。なんだか細長いです。なんだペン、うわすごい大きいマーカーペンとお手紙、ありがとうございます。紫とピンク、次は緑の袋です。何ブロック、で、お手紙もこれと2つ、あ、3つ3姉妹ってことかな。嬉しい、しかもめっちゃ可愛い。袖がブカブカなのに丈が短いのめちゃめちゃ好きなんです。ありがとうございます。イヤリングとお手紙とインスタ風のボード、いろいろみんな感じ、ありがとうございます。またじっくり読みます。じゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃん、クレヨンしんちゃんのポーチとこのクリームかな、メッセージ、ありがとうございます。お手紙と、あ、アイシャドウと、え、かわいいネックレス、私の誕生日をお祝いしてくれた写真かな、ありがとうございます。そして洗い流さないヘアオイル、そしてお手紙、ありがとうございます。手作りかなこれ、え、上手。ポーチと手紙と文房具かな、あ、みももさんへ、うん、と、なつちゃんと、れいかちゃんへ、だそうです。ありがとうございます、ありがとうございます。お手紙と、ティッシュと、ヘアオイルと、ステッカー、私のラインスタンプ、ありがとうございます。なんだろう、大きい、かわいい袋、カムカム、カムカム、手を入れてる、あ、ヘアピン、ありがとうございます。こっちが入る、あ、こういうこと、え、めっちゃいい、と、お手紙、ありがとうございます。あ、マスク、これたくさんマスクと、ウェットシートとかハンドクリーム、ありがとうございます。じゃじゃん、あ、アイシャドウと、え、めっちゃ可愛い本みたいなやつ、ありがとうございます。アルバム、アルバムか、リップ、ハンドミスト、あと、お手紙、ありがとうございます。パック、面白い、ピエロのパックと、お手紙かな、ありがとうございます。次は、かわいい、え、これ欲しかったやつ、スザンヌのリップと、ウーマンズのアイシャドウ、あと、お手紙もありました、ありがとうございます。じゃじゃん、ハンカチ、え、めっちゃかわいい、え、ジルシャートだってかわいい、なんかジルってピンクのイメージだけど、水色、え、かわいい、パックとお手紙とキーホルダー、ありがとうございます。プレゼントとお手紙、うわ、めっちゃ好きなやつ、ここにも書いてある、ありがとうございます。アクセサリーとお手紙、ありがとうございます。コスメ、アイシャドウとお手紙、ありがとうございます。パック、アクセサリーとお手紙、ありがとうございます。厚耳 V へのプレゼント、そしてリミへのペンライトとお手紙って、かわいい、ありがとうございます。と、お手紙かな、夏目メリカは3人で開けます、ありがとうございます。じゃん、ピンとステッキ買って、ありがとうございます。かわいい、いろいろプレゼントと箱が入ってます。好きなので、そっとリボンしてね、すごい、グリ箱的な感じでした、ありがとうございます。何、フランフラン、フランフランのネイルオイルと、これわかんない、またお家で開けさせていただきます、ありがとうございます。手紙もありがとうございます。じゃん、お、ビヨンセ、プレゼントと、あ、ルイカちゃんにラッキーチャイムもありました、お手紙ありがとうございます。手紙と、セルフシート、アクセサリー、ポーチ、ありがとうございます。かわいい、エアポッツのケース、ありがとうございます。ステッカーと、パック、と、あ
ルバムかな。え、かわいいハンカチ。コルクちゃんやだって。なんだろう、お家で開けさせてもらいます。ありがとうございます。しんちゃんのクリップと、なつきちゃんへ、みももさんへ、ありがとうございます。そしてるいかちゃんへ、ありがとうございます。次はなんかノートみたいな感じと、パックとお手紙、ありがとうございます。お、なつきちゃんへ、みなみちゃんへ、るいかちゃんへ、カード三姉妹、ありがとうございます。お、パックとアクセサリー、ありがとうございます。手紙もありがとうございます。お、アルバムとパック、パックでした、ありがとうございます。三姉妹のキーホルダーとお手紙、三人分、ありがとうございます。アルプ、やったー、ありがとうございます。これは喜ぶ。タオルとお手紙とアイシャドウ、ありがとうございます。みなみちゃんへ、すごいアイパック。で、るいかちゃんへ、耳まま、ありがとうございます。ママにまで、いつも家事お疲れ様です。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、かわいい、こんなにちっちゃいセットのポーチがある。ステッカーとお手紙、入浴剤とアクセサリー。キャンプセブンのお洋服、ありがとうございます。いっぱい来ます。かいくん、たいちゃん、るいかちゃん、かいくん、たいちゃん、なつきちゃん、いとうちゃん、みなみちゃん、みママさん、パパさん。わー、いろいろプレゼント、ありがとうございます。いろいろ文房具とかポーチとかコスメとか、ありがとうございます。お手紙と、かわいいバーバパパのポーチ、ありがとうございます。すごい、いろいろたくさんプレゼント、ありがとうございます。手紙もありがとうございます。お、あ、かっちゃんがいる。みママさんだって、ね、あら、私が白のこのクリップをつけます。ありがとうございます。るいかちゃん、なつきちゃん、なみちゃん、そしてお手紙、ありがとうございます。メモトパックと、るいかちゃん、なつきちゃん、ありがとうございます。じゃーん、うわー、すごい、たくさんリップ、ありがとうございます。あ、これも欲しかった、セザンヌ。お、え、かわいい、なにこれ。これつけちゃう。え、これはめちゃめちゃかわいい。自分にかわいいとか言ってるわけじゃないんですけど。あ、お手紙もありがとうございます。なんかちょっと恥ずかしいこれ。まあ誰もいないからいいか。なつきちゃんへ、リミへ、ルイカちゃんへ、メッセージ、ヘアゴムですね、ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ルイカちゃん、なつきちゃん、みなみちゃん、ありがとうございます。次、ハンドクリーム、いちごだ。お、これなんだ、メモ帳と、お手紙、ありがとうございます。じゃーん。どうなんだろう、アイシャドウとパック、リーの帽子だ、キャップ、よし、選手交代、ありがとう、かわいい、ありがとうございます。お、すごい、似顔絵と手紙、ありがとうございます。わーお、3人分の1話とか、え、めちゃめちゃかわいい。お手紙と三姉妹へのプレゼント、ありがとうございます。え、これかわいい、ね、思った、めちゃめちゃかわいい。お手紙、みなみちゃん、ちゃん、るいかちゃん、ありがとうございます。お、なつきちゃん、みなみちゃん、るいかちゃん、みみママさん、あお、私にまで申し訳ない。お手紙と、あ、リング、え、かわいい、わ、イヤリング、ありがとうございます。わー、すごい、るいかちゃん、なつきちゃん、みなみちゃん、ありがとうございます。次、アルバムとパック、そしてイヤリングとハンドクリームとお手紙、ありがとうございます。アルバムとパック、ありがとうございます。じゃじゃん、マカロンの入浴剤かな、嬉しい。このくまちゃんの
リップスティック。ありがとうございます。手紙もありがとうございます。手紙。ミミポポさんへも。え、待って、これいいじゃない。すごい。私が二人いる。え、すごい。上手。センスしかない。ありがとうございます。やばい。手紙とパック。ありがとうございます。パックとか文房具。手紙もありがとうございます。お、かわいいジェリーに押さえたパックと、早い。ちっちゃいコスメみたいな。ありがとうございます。富岡さんがいる。私のお塩を買って。シュシュとお手紙。ありがとうございます。なんだろう、またフランフランが。じゃじゃーん。お、ブラシ。と、あ、これねえねえかな。あ、N ってカゴに書いてあった。すいません、間違えてねえんだけど。で、先にまず渡せていただきます。ハンカチとブラシ。これ R だからルイカです。M です。かわいい、このハンカチ。バカミラー。なんか電池なのかな。ミラー、ありがとうございます。アルバム。と、あ、ハートプーのおもちゃ。ありがとうございます。じゃん。え、かわいい。ガーフィールドのタオルとお手紙。ありがとうございます。じゃじゃーん。ロックス。シャンプーのトリートメント。あとはお手紙。ありがとうございます。じゃーん。みなみちゃん、なつきちゃん、るいかちゃん。じゃあ、私の分だけ開けさせてもらいます。え、すごい。いる、私が。え、かわいい。ありがとうございます。写真立てになってました。かわいい。ありがとうございます。なつきちゃん、るいかちゃん、みなみちゃんの絵、パックとか、つきー、月島けいくんです。わー、アクセサリー、めっちゃ怖い。ハイキューのカード、ありがとうございます。3姉妹にイヤリングと手紙、ありがとうございます。お、かわいい、エルモの人形とハンデドのピンと手紙ですね。あと鏡も入ってる。え、かわいい。ありがとうございます。お、ブラシとお手紙とポーチとパック、ありがとうございます。なんだろう。お、リップとアイシャドウ、コスメとシャンプーかな。お手紙もありました。ありがとうございます。お手紙と、あ、コスメ、ありがとうございます。え、かわいい。三姉妹、ポーチ、ルイカちゃん、なつきちゃん、みなみちゃんとお手紙も、ありがとうございます。なんか丸見た。え、それもめっちゃ可愛い。あ、可愛い。中にもまた入浴剤じゃない。嬉しい。ありがとうございます。お手紙とピンク、ウェットシュとブラシ、なつきちゃん、ルイカちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。写真撮ってかな。じゃーん、おしゃれ。ありがとうございます。わお、ステッカーとピンクとポーチとコスメ、ありがとうございます。手紙もありがとうございます。ジェリン、アイシャドウとハンドクリーム、お手紙、ありがとうございます。ステッカー、パック、いろいろキーホルダーとかたくさん、おもちゃとティッシュ、ありがとうございます。じゃん、お手紙と、めっちゃかわいい、出れる感じ、かわいい。とフランフラン、めっちゃかわいい。ブラシ、ありがとうございます。ルイカちゃん、なつきちゃん、みなみちゃん、みなみちゃんとか言って自分で言った。文房具がいっぱい入ってる。たくさんありがとうございます。あ、バッグを回したね。仕事や勉強のスイッチを入れたりだそうです。じゃん、ゆみももさん、あ、ありがとうございます。石鹸かな。ルイカちゃん、クリアソープだそうです。ありがとうございます。みなみちゃん、かわいいな。なつきちゃん、え、かわいい、なんかクリスマスの、うん、ありがとうございます。さん、え、待って、これアイシャドウ、おもちゃと、すごい、アイブロウペンシル。この前、毎日メイクの時にこれも同じって言ってたから、よかったら使ってるんですか。ありがとうございます。
可愛いメモ帳と、アクセサリー、シャーペン。可愛い。アリエルのバスバッグだって。わお。カラフル。ディズニーかなって。ありがとうございます。余裕。ハンドバッグとか、たくさんポーチとか、違うから。ありがとうございます。あつちゃん。ルイカちゃん。私。わあ、靴下。と、ネイル。と、マスキングテープ。お手紙、ありがとうございます。もう一個お手紙あった。ありがとうございます。ジミンママ、メンママさんへ。わあ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいママにまで、しかもパパにまで。お手紙と、かわいい。作ったんだよね。嬉しい。ネックレスもかわいい。ありがとうございます。なんだ大きい。バラがある。めっちゃ嬉しい。バッグとパックとパックとお手紙と、じゃん。かわいい。なんだよ。ありがとうございます。なんかすごい盛りだくさん。マスク、そしてパック、アイブロウとか、とネイルとパックとか、いろいろリップとか、アイライナー、ネイルだって。お手紙もありがとうございます。じゃん。わ、嬉しい。お手紙と、あ、なつきちゃんへ。あ、アイブロウペンシルをたくさん。かわいいアイシャドウかな。ありがとうございます。アイブロウペンシル、これでママ探し回らなくて済む。そうだよ。皆さん本当にありがとうございます。だいぶ雨が降ってきました。それがです。はい、実は今回あのタンプレが家の倉庫にも入らなくて、ちょっとプレハブを借りまして今撮影しております。はい、実はそれでちょっと雨音が、雨音が響いてるかも。はい、素敵な位置になりますようになって。ありがとうございます。タンプレあります。ここですね。お、かわいい。アクセサリー、ありがとうございます。トドロキくんのフィギュアかな。持ってないやつ。持ってない。ええー、ありがとうございます。そしてちょっと待ってよ、ここで選手カップ。ユエロのキャップ2つもありがとうございます。私最近キャップにめちゃくちゃハマって。かわいい。やったー。トドロキくんもありがとうございます。全部は紹介しきれてないんですけど、時間の関係で、まあ、今回この動画はここで終わりなんですけど、また後日ちょっと遅くなっちゃうかもしれないんですけど、残りのプレゼントをその後半の動画として紹介したいと思います。まだ映しきれてないものあるんですけど、たくさんありがとうございます。みなみにだけじゃなくて、ねえねとかるいかとかママパパにまでお手紙プレゼント本当にありがとうございます。ありがとうございます。ママからはこのプレゼントを送るにあたって、保護者の方が協力してくださってる部分がとてもあると思うので、保護者の方も合わせて本当にどうもありがとうございます。私たち、しっかり読みたいと思います。ありがとうございます。ということで、じゃあまた次回お楽しみにしてください。最後見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。本当にありがとうございます。かわいい。ではまた後半もお楽しみに。